はい、どうもこんです。ということで今回はこちらの EZ アーティファクトを紹介したいと思います。今回は兄弟戦争でフィーチャーされているアーティファクトシナジーを使ったデッキですね。デッキの軸となるのは第三の道の偶像破壊者で、クリーチャーでない呪文を唱えるたびにアーティファクトクリーチャーを作ることができる生物になっています。大量に出たトークンはサヒリで全体強化したり、ティゼレットで巨大生物にしたりと、そのままフィニッシャーになっていきますね。また高波エンジンもアタッカーとしてかなり強力で、シナジーを生かしつつ速やかに試合を決めてくれる1枚になっています。さらに新たに登場したミスラの研究机も使いやすく、アドバンテージが取れるカードかつシナジーがあるカードのため、このデッキには欠かせない1枚になっていますね。一度見ただけだと強さが分かりにくいと思いますが、エアリアクセスで回した感じだと割と勝率も高く、見た目以上に強いデッキでした。はい、ということで今回はアーリーアクセスで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら後手、後手でありますが、しっかりとね2マナ行きからグーワへとつながっていくハンドなので、これはキープしていきましょう。さあ相手セレズニア、セレズニアか。お、人間デッキですね。これはあれかな、ファイブカラー人間か何かか。まあおそらく除去は少ないと思われるので、偶像破壊者から行きましょう。多分これ瞬速の11が、はい、出てきますね。さて、まあこのターンは21なのでブロックはできないですが、まあトークンが出れば11でどんどんとブロックをすることができますね。さあ、おっと、ただ、まあ、2マナクリーチャーに運命的不在を使ってくれるのであれば、それは良しとしますか。さあ、まずは、偶話から行きましょう。結構ね、この偶像破壊者が、1ターンでも生き残るとね、だいぶアドバンテージを取っていけるんですが、まあ、これは、ホーローをケアして、ブロックはしないですね。うん。まあ、これは、あからさまなホーロー。山は捨てていいか。テズレット、いいですね。ただ、青マナが現状ないと。まあ、殴っていきますか。殴って、うねりで、フォローを取ってって感じになるかなと。さあ、シャーマントークン、アタック。から、お、フォロー出てこない。まあ、持ってはいるとは思いますが。じゃあまあサヒーリ行くか。サヒーリ行ってプラスからドローして、で一応トークンからうねりも打てるんで、さあまずはサヒーリ。サヒーリね、結構使ってみると分かるんですけど、相手からするとめちゃくちゃうざいプレインズウォーカーですね。なかなかねこれ落とすことができないんですよね。さあまずはプラスから行きましょう。スクライワンから試作品は現状いらないですね。で、タップからワンドロー。そして、うねりを構えていくと。はい。まあ、プラスから来られた場合でも、うねりで4点飛ばせるんで。マイナス。はい。さあ、ここはしっかりと、ホーローを取っていくと。まあ、シャーマントークンだけに、ホーローを使ってくれるのであれば、それはそれで全然 OK ですね。さあ、このターン、まあ、全体強化があればサヒーリを落とすことはできますが、これの発表。うん。さあ、一回生き残ってしまうと、もうサヒーリはおそらく落ちないですね。さあ、偶話から危機時期が出て、さらにサヒーリでドロー。お、いいですね。これはもらっていきましょう。さて、ということで、これはまあ、偶像破壊者からいきますか。このターンはカウンターはまだ構えなくていいかなと。さあ、高波エンジンを出して、うねりを構えて、ターンを出していくと。まあ、このままサヒーリで、延々ともう、アドバンテージを取り続けて勝っていくという形になりますね。聖戦士。うん。危機時期対象スタックで、うねりを打っていく。さあ、これで、もう、落とせない状況ですね。さあ、徴兵士官からそのままターンを渡していく。うん。
まあ、まずはプラスからですね。レッツボはいらんかな。からのワンドロー。お、いいですね。ただこのターンはプロトコルを構えたいんで、高波エンジンだけ出してターンを渡していきましょう。で、相手がなんかでかい、スペルを唱えそうになったら、聞き好きで偶像破壊者をコピーしてからのカウンターですね。で、まあこう、お互い、はい、これはカウンターしましょう。まずは無色ランドから偶像破壊者をコピーからのプロトコル。これでカウンターしながらトークンを2体出すことができると。で、まあこうお互い横並びしまくったらこっちの方がね基本的にめちゃくちゃ有利なんで、まあお互いに全体強化はできるんですが、こっちは高波エンジンでね、アンブロを作ることができるということで。さあ、ここはまだ、プラスでいいですね。除去はもらっていきましょう。さて、で、テゼレットいきますか。テゼレットプラス、うねりで OK。おっと、ここで投了と。まあ、長期戦は、こっちの方がかなり有利ですね。さあ、やっていきます。こちら先手は、キープしていきましょう。高波エンジンから、グーワサヒリとしっかりと展開していけるハンドですね。さあ、相手はジャンドランプですかね、おそらく。まあ、タイタンだけしっかりとカウンターしていければ、お、これは先に偶像破壊者出していきましょう。これね、偶像破壊者からのグーワサヒリっていう動きがめちゃくちゃ強いんで、まあ、このターン、除去られなかったら、なかなか、もういいですね。さあ、相手は怪獣。これ死んだ時にマイナス1数勢受けるんで、まあ、ブロックはできないんですが。さあ、グーワからのトークントークン。で、そのままターンを渡していくと。さあ、ジアトラから。まあ、相手もブロッカーとして立たせるはずなんで。うん。さて。土地は1枚捨てていいか。うねり。うん。さあ、ということで、サヒリ行きましょう。トークン出て、で、プラスから、スクライしてワンドロー。サヒリが集まってきますね。まあ、サヒリは、基本的にもう、インスタントとかソーサリじゃないと落とせないんで、まあ、あとは、じっくりと長期戦にして、じわじわと勝っていくという感じですね。ティタニア。うん。ティタニアから、一旦土地が止まった感じですかね。さあ、まあマイナス4されたくないということで、殴ってきましたが、テゼレット、悪くないですね。さあ、さらにプラスしていきましょう。土地はボトム。で、ワンドロー。うん、さて、先にテスレット出してもいいですが、まあ、とりあえずティタニアはうねりで除去っておきましょう。さあ、アーティファクトサクって、アーティファクトが出てきて4点。から、まあ一応ブロッカー残して、2体でアタック。からの、まあこのターンはテスレットでいいか。さあ、さらにトークンが出てきて、ここで投了と。ジェジェ。さあ、やっていきます。こちら後手。まあ、キープしますか。まあ、土地が引ければという感じではあるんですが、まあ、仮に詰まったとしても、緊急机で、伸ばせるんで、OK ですね。さあ、ただ相手もイゼット。これはミラーの可能性もありますが、さて。まあ、どちらかというと、偶像破壊者の方が除けられたくないんで、後で出していきましょう。まあ、次のターンだったら偶像破壊者プラス、研究机で、トークンもね、そのまま出せるんで。さあ、まずはグーワ。さて。まあ、破壊者からの研究机行きましょう。さて。ただ、このトークンをどうするか迷いますね。
現状落とそうと思ったら高波エンジンもしくは偶像破壊者でブロックしないといけないですが、まあ、どっちかは絶対に残したいんですが、さて状況、これはブロックしないですね。相手これあれか、パワーストーンランプですね。さてと、まあ、とりあえずサヒーリ行きましょう。さあサヒーリからのプラスで、どっちはボトムからワンドローしていく。まあ、トークンは残してアタックしていきましょう。ただ相手ね、結構マナ加速できるんで、どでかいパーマネントが出てくる可能性もありますね。なんだっけな、あの全知魔時の8マナのエンチャントとか、4、5、6、7、8、まあ土地がこのターン出てくれば8マナまでいけるということで、さあどうなるか。まずはセレスタスからサヒリ、さてこれはだいぶ長期戦になりそうな予感ですが、まあこれは落としていきましょう。さあ除去がなければ OK。 ただね、まあ偶像破壊者がいるんで基本的にこっちの方がやや有利な感じですね。さあワンドローから、まずは研、いやまあ出すか、研究机からの、うねりで聞き付きを除去って相手のサヒーリはそのまま倒していくと。でこのターンは研究机を構えるターンで OK かなと。ただ相手がね多分パワーストーンランプっぽいんで、できればカウンターを引いていきたいですね。おお、なるほど。これでまあランプもできるという形ですね。さあ研究机サクって、トチトチ、これはもう一回サクっていきましょう。うねりちょっと弱いが、まあ先に打って OK ですね。トークンが出るので、さてまた土地、ちょっと引きが弱いがまた土地、まあテズレット出しておきますか。まあこれで一気にクロックが跳ね上がっていきますね。ただまあここはプラスからでまだ OK かなと。お、プロトコル引いたのはだいぶ偉い。まあこのターン構えることはできないですが、さてフルパンでとりあえず4点。まあ基本的にはこっちの方がだいぶ有利ではあるかなと。さあ相手は書き消しがめくれていきますが、これは唱えることができない。お、ウィークストーン、これはどっち行くんかな。まあ2ドローしてくる可能性も全然ありますね。相手はおそらくそのなんだろう、ジナラシアとかもしくはあの9マナのエンチャント、ああいったカードが入っていると思われるんで、さあもう一回ファイレクシアの原子、さてと、まあ研究机使っていきましょう。試作品、まあ一応キャストして、特に変えていきましょう。からのプラスボトムからワンドローで、もう一回研究机から、まあプラスでいいか、マイナス6全然これ狙えるんで。さあ、2ディスカード、まあ土地土地で OK かから、まあトークンは全部殴っていきましょう。まあ相手に全体除去とかが入っていない限り、まあでかいパーマネントとか出されたとしても全然大丈夫ですね。さあ原子から
2枚追放されていく。まあ、さらにカウンターも構えているということで、まあ、ジナラシアとかじゃなければ大丈夫。まあ、ジナラシアもこの盤面だと全然大丈夫ですが。おー、なるほど。44トランプル速攻3体は、さすがにめんどくさいので、カウンターですね。さあ、カウンターから、さらにトークンが1体。まあ、なんというか、ヤンパイデッキの特徴なんですけど、なんか知らんうちに有利になってて勝ってるっていうのが、こういうデッキの特徴ですね。さあ、研究机から、サヒリ回っていきましょう。これも勝っていきたいんで、サヒリマイナス2から、さらにサヒリで、マイナス2。で、どんどんとトークンを出して、もうそのまま、勝っていきましょう。さあ、フルパン。これで、11枚ドローかな。ライブラリーアウトはちょっと気をつけないとですね。さあ、11枚ドローからの、相手はブロッカーが2体しかいないので、2体ブロックしたとしても10点は通っていきますね。さあ、まあ除去はカウンターしたら OK なので、そのまま構えて、一気に削り切っていくと。OK! 良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。